どうも、オードリーです。よろしくお願いします。ね、今日も漫才頑張っていきたいと思いますけどもね。皆さん、お笑い界のビッグボス、春日ですよ。新庄さんと日ハムのファンの方に今すぐ謝罪してほしいですけどもね。相変わらず口からへいこいてますけども。皆さんもね、まあ、一人や二人ぐらい好きな芸能人っていると思うんですよね。いるわけねえだろ。ここそんな強く突っ込まれても困るんですけども。まあ、一人や二人ぐらいいると思うんですよ。今は芸能人より YouTuber の方が人気なんだよ。まあ、それは間違ってないかななんて思いますけども。で、僕の友達にですね、すごくアイドル好きな友達がいてですね。うん、アイドル好きそうな顔だな。誰もそいつの写真出してないんですけども。で、今僕らも仕事でアイドル番組の MC なんかもやらせてもらってますけどもね。それはもしかして、お前と付き合っている加藤志穂が所属している日向坂46のことか？僕別にメンバーと付き合えてないですけどもね。僕既婚者でして、日向坂恋愛禁止ですから。今のくだりが分かったやつは、立派なお日様だ。日向坂のファンに媚び売るのやめてほしいですけども。まあ確かにアイドルって可愛いし、応援したくなるなーなんて思うわけですけども。じゃあ春日みたいなもんだな。これスルーでいきますけどもね。で、そのアイドル好きな友達が言うには、握手会がいいって言うんですよね。握手会って一体何をする会なんだよ。握手に決まってるだろ。今言ったとこじゃねえか。総理大臣がいろんな人呼んで桜見るんじゃねえのかよ。そう。毎年著名人のアイドルの握手会ってどれぐらい人集まる？乗りツッコミさせろよ。今桜を見る会の乗りツッコミしてただろ。邪魔すんじゃないよ。でも握手会ってやっぱりファンからしたら嬉しいですよね。直接アイドル立って手つなげるわけですから。まあ、アイドルがそんなエロいことしたらダメだろ。何と勘違いしてんだよ。握手するだけなんだから。春日はとんでもない手フェチなんだよ。知らねえよ。お前の性癖なんか。なんで今ここで発表したんだよ。で、まあちょっとおこがましい話なんですけれどもね。おこがましすぎるだろ。内容聞いてから突っ込んでほしいんですけども。僕もファンの人集めて握手会やってみたいなと思うんですよ。誰も来ねえよ。うるせえよ。お前はテレビには出続けているが熱狂的なファンが少ないタイプだからな。うすうす気づいてよ。今いいんですよ、そんなことは。数少なくてもファンの人集めて握手会をやってみたいんですよね。よし、じゃあ春日がお前のとこに来るファンやるから、うん、お前はお前の後ろにいるゴリゴリの警備員をやってくれないか。なんで警備員なんだよ。俺本人でいいんだよ。どっちかっつったら警備員お前だろ。胸板熱くて体だけは一丁前なんだから。俺はダウンタウン松本さんか。ちげえよ。胸板だけじゃねえか。松本さんとお前じゃ人間と猿ぐらい違うんだから。松本さん猿扱いすんじゃねえよ。猿はお前だよ。何言ってんだよ本当に。お前も筋トレして春日や松本さんみたいな熱い胸板になりたくないのか。なりたくねえよ。なりたくねえよって失礼だろお前。すいません松本さん本当は。まあ笑いの才能は欲しいですけれどもね。体目当てじゃねえのかよ。変な言い方してんじゃねえよ。別に体はいいですよ。松本さんの笑いの才能は欲しいですけども。春日の才能も欲しがれよ。いらねえよ。だいたいお前に何の才能があるんだよ。あんまり面白いことが言えなくてもテレビに出続ける才能だよ。言ってて悲しくねえのかな。まあちょっと話が脱線しちゃいましたけどもね。乗客は無事なのかよ。うん。電車の話じゃねえよ。何やってんだよ一人で。何自分でボケて自分で突っ込んでんだよ。いいから俺の握手会来るファンの人やれよ。やってくれるみたいですけども。もう列がブワー。ああ、もうそんなたくさん来てくれてるんですね。ブワー。すごい人ですね。ファンがうじゃうじゃ。ファンの人はそんな虫みたいな言い方しないでほしいですけどもね。その隣でお前の列がシーン。なんでだよ。俺んとこみんな並んでくれてんだろうが、隣で誰がやってんだよ。春日に決まってるだろ。お前だったのかよ。みんな並んでたの。グッズ販売。いや、ありますけどね、グッズ売ってるとこ。春日特製プロテイン。何作ってんだよ。ライザップ全面協力。してくれるわけねえだろ。飲んだ瞬間、筋肉が、まっきゃま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 きゃ。そんなプロテインねえだろ。なんかやばい薬でも入れてんじゃねえのか。着てる服がビリ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 。そんなケンシロウみたいになるんですか、ちょっと。これを飲めば君もジュラシック木沢だ。誰だよ、それ。恐竜のような筋肉を持ってるボディービルダーだよ。知らねえよ。好評につき完売。なんで売り切れてんだよ。ピンクベスト春日着用モデル。そのベスト持ってんのがよ、グッズで。一着35,000円。高すぎんだろ。一着35,000円もするベスト誰が買うんだよ。このピンクベスト一着くださいな。なんで売れてんだよ。誰が買ったんだよ。息子が春日さんのファンでね、買って帰ったら喜ぶんですよ。なんでお前おばあちゃんに応援されてんだよ。だいたい本人が来いよ。なんで母親が来てんだよ。奥さん、お名前は。お前ファンのおばあちゃんナンパしてんじゃねえよ。若林節子です。俺の母ちゃんじゃねえか。何してんだよ。まず俺のレインに来なさいよ。てかお前、俺がピンクベスト着ることになんじゃねえか。二人してピンクのベスト着たら気持ち悪いだろ。だいたい俺お前のファンなんかじゃねえよ。お前それ本気で言ってんのか。本気で言ってたらお前とコンビ組んでこんな長いことやってねえよ。えへへへへへへへ。どうもありがとうございました。バー。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。Twitter はじめ各種 SNS のリンク、おすすめ動画のリンクを概要欄に掲載しております。そちらもぜひご覧ください。コンビ、テーマ等、ネタのリクエストもお待ちしております。それではまた次回お会いいたしましょう。